の私フェルミ先生です。よろしくお願いします。じゃあね、マスターが苦手であろう算数をフェルミ先生が教えてあげましょう。真空管ロールズ。面積でしょ、半径かける半径かける 3.14 だっけ。 78.5 がこの面積でしょ。 円の二等辺三角形ですね。これはこういうやつですね。はい、もうわかんない、やめたい、帰り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 たい。底辺かける高さ割る2、ここ20を割る割る2、 12.5。 この三角形の面積は 12.5。 この円の全体が78.5 を4つに分けましょう。 19.625 だって。三角形の面積私どこに出した？きっとこれです。正解は 7.125 平方センチメートル。ということでね、やっていこうと思います。いるのはこれですね、10センチです。10センチを割ると5センチか、50って言いそうになった、危ない危ない。5センチですね。ということはここの赤い面積は5センチ以下ということになりますね。でこれを割ります。1個2個3個で、この大きさこれぐらいだから3個と半分ぐらいかな。1、2、3、10、で5センチを割ったらいいのか。 3.5 だ。オッケーオッケー、 3.5 割ったらいいんですね。 5×3.5 で、 5÷3.5 は割れないよ。割り算ってどうだっけ。あ、これだ、これこれ、みんな知ってる、これどうやるんだっけ。ここ、あ、こうだね。25、5、3、15、16、17、17.5 になります。え、ここからどうするんだっけ。あ、でいいのか、これいらないのか。ってことは17.5 になるわけですね。赤い線だけじゃなくてこの余白の白いとこもついてきてだね、この部分で。今からこのこことこの部分ね、これとこの部分を切りたいと思います。でこの切り方がとりあえずこれだけだと 17.5 センチになる。 17.5 になったからあとのここを切りたいんだけど、どうやって切ろう。50センチで5センチ。あ、じゃあこれが17、え？半分ぐらいじゃないこれ。これをつけたら、うん、そうだ。ってことは 17.5 を割る2か。オッケー。おお、来てます！オッケー。で、さっきの割り算と一緒だね。あ、25、10、27、14、15、21が2、3。350になるのか。で、あ、じゃあ350じゃん、35だ。うん、 35.0 ですね。ということでここの面積はテリリテッテリー、35センチ、あ、じゃあ 35.0 センチになるわけですね。うんうん、なるほど。やっぱフェルミ先生のさ、問題は分かりやすい、問題じゃない回答か、分かりやすかったね。はい、ということで難しいですね。もう、おうちに帰りたいよ。ビヨン。はい、これで行ってみようかな。これがいい感じに溶けるのかな。三角形は全部で180度。今何個あるのって。1、2、3、4、5 5個ある、5個あるよ。あ、ちょ、待って、あ、そういうこと、あ、マジ、え、ほんまに全部で900度だから引けばいいのかな。ここは115度で、どうですか。あ、だだ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 だ。え、これ簡単じゃん。130度でしょ。いくよ。これ95度でしょ、ここ。ねえ、この角度見てみ。違うでしょ。
で、これ168、違うね、150、違う、143、違うね、130。ほら見て、角度一緒。わかりますか、これ。これと、これです。これ、同じ。これ99度。これないね。これバツ。だから、これもバツ。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 なんで、答えは、大きく書いておこう。A、しゃ、130度。どうでしょうか。これはこれでね、あれちょっと待って、お願い書かして。ということでね、これです。答えは130度。×そうですか。ということでね、はい、以上です。真空管ノルズ、皆さんどうでしたでしょうか。まあ、フェルミ先生がね、本当の正解例を出してあげたので、みんなまた頭が良くなったね。これで100点間違いなしだよ。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバーイ。おしゃれー。